どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ドン、ハニーさん登場ということは、こんにちは。夫婦でセッションやっていこうと思います。今日はあの王道っていうかね、夫婦でセッションするにはもうまさにこれ最高っていうやつで、デュエット曲ですよ、はい、しかもサザンオールスターズのあの有名デュエット曲シャララ練習しましたね。これがね結構難しいんですよ。難しい。あのすごいファンキーでソウルフルでもうめっちゃおしゃれなんですけどね。歌がねこれ難しいというか、黒い鍵盤の音階が出てくるね。いやもうハニーさんがねいっぱい練習してましたね。ちょっとやってみようかなというふうに思います。はい。あのコードとね歌詞乗っけとくんで、皆さんもぜひ一緒に弾いてもらいたいんですけど、これなかなかあの通なコードもいっぱい登場するんで、レッスン動画もぜひ見てもらいたいんですけれどもですね、ひとまずちょっとやってみましょうか、はい、でやってみてちょっとその後にね、あのたわいもない話をしていこうと思いますので、はい、最後までぜひご覧になってください。はい、じゃあ夫婦でセッションサザンオールスターズのシャララやってみる。1、2、3、4。めちゃくちゃかっちょいいね。緊張した？緊張した。この16ビートのこのね、このうねる感じ、ちょっとガズさんもこうかっこよく、かっこよかった。なんかどんどん乗ってきちゃうからさ、早くなっちゃいがちだしね。そうあのね、ほんと気持ちよくなっちゃった。あのね、僕もね、もう桑田佳祐さんがもうね、降りてきまくりでさ、それで、ね、楽しくなってるとなんかあれどこやってんだっけって、かなりねちょっと迷子なりがちなんですけどね。そうだね。まあでも昨日からちょっとねすげえ練習したからね、めっちゃハイレベル、ハイレベル、ハイレベル。でやっぱりこの最初硬いんだよね、今だいぶ柔らかくなってきた。やっぱこのこの
このなんていうのこのファンキーなね、おしゃれでなんかこうソウルフルな、あれがねもうめっちゃやばいのこの曲。いやでもシャララをあの小添ハニーさんとセッションするとは思わなかったね。そうだね、こんなおしゃれな曲はちょっと難しいかと思って、やっぱ歌唱力上がったんだよ。そうか、なんかほらガズレレ YouTube で最近歌のねレッスンとか、ね、あれやっぱり、ね、ガズレレ大学とかいろいろねセッションで、あのガズなんだあのガズクラブのセッションとかで、うん、なんかやってるうちにね、うん、やっぱりね歌のレベル上がってんだよ。ね、だこの歌かなり難しいよ。難しいね。そう。まあ、でも気持ちいいでしょ、うん、だ難しいってギャーギャー言ってんだけれども、うん、まあ、いつも歌ってるのを見るとね、うん、なんか楽しそうだなとなんかどっかね、例えばトイレとかね、あの玄関から戻ってくるとね、いつも歌ってるね、それを見るとね、うん、まあ良かったな、はい、夢中になれるってやっぱ素晴らしいこと、うん、素晴らしい。音楽って本当すごいですね。だって、うん、今だってこのウクレレ2本でさ、ね、あのアンサンブルかっこいいよ ね、 ね、ちょっと違うことやってるんですよ、うん、小手さんはずっと16ビートのチャで、僕はちょっと裏から入ってるね、うんうん、ああいうのってもうほんとすごい。まあ確かにちょっと僕がやってたのはきっと難しいと思うけれども、うんうん、もう僕もどうやってやってるのかもう分かる。フィーリングで、フィーリングでやってるんですよ。まあでもこの音楽っていうのはもともとフィーリングですからね。うんうん、そう、だからあの、この色好みなどばかりっていうところなんだけど、ここもね、あの、レコードっていうか、サザンオールスターズのレコードだと、色好みなどばかりって結構こうちゃんとしてんだけど、いろんな方カバーされてるのを見ると、ここがもうね、みんな自由に歌ってて、うんうん、もう俺たちも自由に行く、うん、色好みなどばかりでもいいしね、なんか、あれが良かったんだよね、椎名林檎さんと平井堅さんがこの曲をカバーしてるのがあって、あれがちょっと良かったな。あれをイメージしてまたね、まだ本人たちもいいんだけどね、そうだね、そうやっぱり原坊さんのね、あの雰囲気がねよかったね、やんちゃ坊主をこうちょっとなんか、うん、そうなんかこうねキューッとこうねそうそう眺める感じが、いやもうほんとすげえいい曲だこれは、うん、難しいけどね、もうさ噛めば噛むほどっていう感じの曲だね、そう歌詞の内容もなんかね、うん、ほんとなんか考えさせれるっていうか、うん、面白い、横浜じゃトラディショナルな彼のがってんだ、うん、どういうことみたいな、うん、意味ありげなね、うん、さあさあこれあのもちろんガズレレではこの曲 YouTube でねレックス動画公開してますんで概要欄に貼っとくのでちょっとやってみてください。でまああのタブ譜今のここのダッシュといたんで、これもねあのガズメロみたいな感じでちょっとこうワンフレーズ入れてくれるとねいいかなというふうに思います、はい、いやーよかった、すごい気持ちよかった、このふんわりした感じ、またちょっとこれはねちょこちょこセッションしましょう、はい、いつもどうせここでなんか弾いてるんだね、はい、というわけでいつもねこんな感じでねバイバイやってる夫婦でセッションですけどね、ちょっとこれ動画にも撮ってみようということから始まって、うん、もう結構 2、3年ぐらいやってるんだと思うんだよ、ね、はい、あ他にもたくさん名曲夫婦でセッション、いろんなアンサンブルハモったり違う弾き方したりメロディー入れたりやってるんで、いろんな参考になるかもしれません。概要欄に再生リスト、夫婦でセッションの再生リスト貼っとくんでぜひご覧になってください、よろしくお願いします。で、まあ告知としてはですね、あれどこ行って本あそこかあそこ、えガズレレだね、そうあったあった、はい、これだよ、この本みんな読んだ、おご機嫌ガズレレデイズ、はい、週の友社から全国発売中ですよ、ご機嫌になれる素敵な本です、音楽も素敵になれるしね、デイズだから毎日の日々が素敵になれるいい本になってます、ハニーさんも登場するしね、はい、今のこの部屋の状況もちょっと登場したりする、うん、なかなか面白いです、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで、こんな日常に音楽がある素敵な毎日いいですよね、リビングルームでこうね、セッション、はい、1人もいいけど2人もいいみたいな、楽しんでいきましょう。6月にそういえば入ったからね、そうね、ちょっとまた雨の名曲っつうのもいっぱいあんだよね、またちょっとガズレレでもいろいろ調べてほしいし、ちょっとあのガズファーストテイクとか夫婦でセッションでも雨の曲また梅雨入りし始めたらやっていこう、今日も雨降ってるけど ね、 そうね、はい、そんな中季節の中でその時の音楽を楽しむ、はい、最高やっていきましょう。それでは今日はあのシャララをお届けしました、夫婦でセッションでした、またねバイバーイ。